缶の。持ってそうだよ。生しらす丼。え？生しらすのアイス。ソフトクリームトッピングするんだけどさ。山のちょっとそこに立ったよ、一瞬階段の上で。あれなんか上の方に行けたような気がする。そうじゃない？あれが頭の。火が出たんです。ただで入れちゃう。これですよ。これよ。これあのハイキングコースだよ。ライブツーハイキングコース。ライブライブツー。ニアライベント。1.8 だからそんなね。今どこだ。あ、まだこんなとこ。よし。で、帽子持っててやろうか。150m 切り通し。え？昔切り開いた道なの。どっちだ。ちょっと待って。ああダメだ。トイレ来たね。弁天王たちや。これ何？手すりこれ。手すりかな。結構。滑りそうだ。何気に険しい。結構年いってるよね。元気だよ。もう余裕走ってる。なんか喫茶店があるんだよ、この左側行くと。この先 50m 距離あんのかな。ちょっとまた上りになったぞ。ね、行ったでしょ。上的。血が手に当たるの。もう普通の山終わりかこれ。カラスかいあれ。カラスって犬の鳴き真似もする。ここ綺麗だ。ほらほら。あ親指。バーベキューし。
ぱり観光客が多いから標識がやたらとある。もうあと下りだよ。それ変なことするから痛くなってんの。大丈夫。ここ行くの？ここ入ろうよ。ここだよ、銭洗い。大丈夫？大丈夫。お金ちょう。でも男なんだ。涼しいね、この中。この中鳥居を通る。いいんだよ、地霊でいいんだよ。あ、トイレ間に合ってる。すごいいっぱい人がいる。稲荷さんが分かる。行ってみようか。これだから空気を。これで支えてるの。あ、ここで洗うんだ。ざる。もったいない気がするけど。熱でよ。自分でな。黄熱病なのに。うん、少しこう乾かして。まだちょっと乾いてる。ちょっと待って、今場所見てみる。たらここも行きたい、ここも行きたいってなっちゃう。テレテレポーズ。あ、こっちいいよ。叫んで。あ、満杯だ。